では未来を担う若者を応援しています。第17回 DHC プレゼンツサガン鳥栖チャンネルは、前回に引き続き9月8日にベストアメニティスタジアムで行われたサガン鳥栖のファン感謝デー、鳥栖フェス2018の後編をお送りします。普段見られない選手のピッチ外の姿にサポーターも大興奮。番組の最後にフェルナンド・トーレス選手からサポーターの皆様へメッセージが。お楽しみに。この番組は DHC の提供でお送りします。海洋深層水はとてもまろやかで飲みやすくて美味しいです。口当たりがすごく良くて、他のミネラルウォーターと比べて違いを感じました。練習中だけでなく、サプリメントを飲む時も飲みやすくて助かってます。スタジアム内にできたサポーターの行列、その視線の先には小野選手とチョ・ドンゴン選手がサイン会を行っていました。実は小野選手、この日を心待ちにしていたそうです。今こう、ね、チーム状況難しくて、なかなか練習がこう公開とかあんま少ない中で、こういうイベントで、ね、顔を合わせて、やっぱあのいつもスタンドですけど、こう近い距離で話せたりするのは、まあ、いいですけどね。こちらでは原川選手ら3選手が写真撮影会。その中で緊張気味の原川選手、理由を尋ねてみると、写真撮ったりとかして触れ合うのって苦手です。苦手です。はい、チーズ。一方で子供たちと握手をするときは、見てください、この満面の笑み。原川選手は子供たちの可愛い笑顔に自然と笑顔がこぼれるそうです。こちらでは移動中の小林選手を発見。今日僕はダゾーンブースさんを担当させていただくんで、まあ何分やるんでしたっけ。約30分ぐらいです。30分、まあ3組ぐらいの契約はしたいなと思ってるんですけど、それ結構いいノルマです。そうですよね。だからここに来る方はみんな入ってらっしゃると思うんですよね。皆さんサガン鳥栖を愛してやまない方たちがアウェーゲームをダゾーンで見てないっていうのはちょっと考えにくいんで、それを思うとやっぱり、まあ、3組が妥当かなと思うんですけど、そこから本当は俺こういうあの一面あるんだぞみたいなところがありますので、まあ、僕結構15年やってるんで J リーグでずっと、なんで、まあ、皆さん僕のキャラなんとなく掴んでるとは思うんですけどね、はい、まあ何でしょう、僕はサブカルが好きですはい、サブカル男子です。そうありましたね。はい、ありがとうございます。ちなみにダゾーン様へは、あ、今から、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。いや、結構入ってくださる方が案外まだ未開の方がいて、やりがいがすごい、はい、温かいです、皆さん。勧誘も好調で、ノリノリなサブカル男子の小林選手にまさかの展開が。はい、はい、チーズ、はい、チーズ、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひよろしくお伝えください。あれユニフォーム持ってたの。はい、これは旦那さんの、はい、お借りしました旦那が大好きで。あ、本当ですか。ユニ持っていくの忘れちゃって。あ、いえいえ、じゃあ旦那様によろしくお伝えください。はい、はい、旦那が好きですっていう方が多いですね。嬉しいですけど男性の方の支持があるというのは嬉しいですけど、女性からも。まあ、ぼちぼちです女性ファンのさらなる獲得を目指して、サブカル男子小林選手は日々男磨きをしているかはさておき、隣のアウディブースでは高橋選手がサポーターをお出迎え。スタジアムでも独特の素晴らしい雰囲気を
ベアスタで作ってもらえるので、まあ、本当に励みになるというか、あの本当に背中を押される感じに試合の時になるので、本当に助かってます。午後4時半過ぎ、サポーターが続々とスタンドに集まってきました。ここにはユニフォーム姿の豊田選手が。直撃してみました。日頃練習を見に来るっていう機会が最近本当に極端になくなってしまったので、こういった形で、選手を身近に感じてもらえたらいいかなというふうに思いますし、僕らも普段こうファンサービスができない分、しっかり応援してくれている皆さんには恩返しできるような短い時間だと思いますが、まあ、そういう時間にしたいなというふうに思います。暖かくて、選手を本当に心から後押ししてくれている皆さんじゃないかなというふうに思います。そんな豊田選手にサポーターからこんな声も。今までサガン鳥栖を支えてくれた選手だから、 J2 からずっと応援してるんで、J1 に昇格、それと今までのその態度とか全部も大好きですね。サガンがもう危ないっていう時には絶対来てくれると思います。丸ごとをひっくるめてサガン鳥栖を愛してくれてると思います。本当ですか。僕はしっかり、そういった方々の思いを組んで、プレーで、そして存在で、表現していければなというふうに思います。 PK みたいなキックのやつです。はい、はい、もちろんないです。はい、はい、練習でもできないですね。ないですね。はい、はい、ああいう装置はないんでですね。はい、初めてやるっていうのは、初めて、もう楽しみですね。こういったセットを組んでもらってできるのはなかなかないことなので、はい、楽しみにしてます。はい、その豊田選手、さらにフェルナンド・トーレス選手、金崎選手がボードを打ち抜くキックターゲットのイベントに参加しました。どうですか？I think it was a funny day for all the players and supporters. We had fun, we enjoyed, and it was the main thing. E tutti insieme dobbiamo lottare per uscire da questa situazione. Voi ci sostenete sempre, e quindi sono sicuro che, come sempre, sarete. 全力の応援を、そして満員のスタジアムで。選手を迎えてください。よろしくお願いいたします。選手とサポーターとスタッフが心一つに、応援歌マイノリティの大合唱。でもその前に、前回始まった新コーナー、サポーターにサガン鳥栖のことを聞く教えてサポーター。今回のテーマはサガン鳥栖の好きな選手。さあ、熱く語っていただきましょう。石川くんです。でアンダーの頃から応援してて、で昇格したんでずっと応援してます。谷口選手です。いろんなポジションできるところと、なんかいつの間にかさっと現れて点を取ってるというところが好きです。高橋佳樹選手です。優しくて笑顔が好き、素敵だからです。田中選手の去年のもフリーキック3発を生で全部見て、そこで一気にファンになりました。小野裕二選手が好きです。かっこいいところと一生懸命なプレーが好きです。権田選手です。権田選手謙虚で、スーパーセーブいっぱいするところ。金崎ムー選手、試合の中を通してずっとフォワードなのにディフェンスにも戻るし、ボールを持ったらすぐ攻撃に転じられるっていう、そういう普通の選手はなかなかできないことができる。トーレス選手です。次弾丸シュート打ってください。トーレス選手。トーレス選手かっこいいから。ここでイケメンのフェルナンド・トーレス選手からメッセージをいただきました。
Thanks very much to all of you for coming every day to support the team. I'm very, very proud to be part of the team. I know it's a difficult season for them, for everyone. So just want, I'm positive about we're going to have a good end of the season, and we need you for the next match, which is very important for us. And I'm sure with your help, we will win it. 最後はみんなで心一つに大合唱。楽しかったです。面白かったです。楽しかったです。楽しかった。必ず J1 の残留をですね、達成してほしいなというふうに心から願っています。今シーズンちょっと苦しんでますけども、必ず残留できると信じてます。頑張ってください。トスフェス2018でサポーターとの絆をより一層深めた選手たち、最後までサポーターと共に戦い抜くことを誓いました。この番組は DHC の提供でお送りしました。